今日は各地で寒さが緩んでいます予想最高気温は九州や四国で18度くらいその他の地域でも15度前後となっていてこれは11月並みの気温なんですでこの時間秋田県を中心に雨の降っているところがあるんですが今夜にかけては東北の日本海側や北海道で時々雨が降りそうですでこの後北日本の天気も気温も大きく変わることになってきます 明日はこの低気圧に向かって暖かい湿った空気が入ってきますので降るのは雨なんですが夜になるとこの寒冷前線が近づいてきます。明日水曜日札幌や秋田は曇りのち雨の予報になっています。特に夜は強い雨や雷、突風そして氷や荒れにもお気をつけてください。でこの後木曜日の朝にかけては寒冷前線が北日本を通過して抜けていきます。そうすると 西に高気圧東に低気圧の成功等で冬型の気圧配置に変わってまた寒気が北日本に入ってくるということになりそうですですから木曜日は札幌や北で雪の予報です沿岸部では吹雪に山沿いでは積雪が増えるということになりそうですで気温にも注目です札幌は7度秋田は10度の予想になっていますがこれは未明頃に出る気温で昼間にかけては下がる一方となります 札幌は氷点下3度秋田は2度の予想ですから気温の大きな変動にも気をつけてください。